地面効果、地面効果、地面効果、グラウンドエフェクトとは、欲形状を持つ物体が、地面付近を移動する際、翼と地面の間の空気流の変化に影響を受ける、現象である。水面上の場合は、水面効果、総じて表面効果、とも呼ばれる。地面効果は、主に二つの分野で研究される。荒れている地面や水面は、超低空飛行や車高等。 短い一定距離を維持するのが難しいため、地面効果を利用するのに適さない。飛行中、翼の横では、下面の静圧域から、上面の不圧域へと空気が回り込もうとして、翼端を中心とする下流、翼端渦が発生している。翼端渦の影響で、翼周りの気流が吹き下ろし、ダウンウォッシュの方向に傾くという向かい角が減少し、 副次的に誘導効力が発生する。翼が地面に接近した状態では、翼端渦の動きが地面に遮られ、翼上面まで回り込みにくくなる。吹き下ろし角が減少する結果、誘導効力係数が減少する。同様の理由により、機体が同じピッチ角の場合は、揚力係数が増加する。還元すれば、地上付近で揚力が発生している翼が、 飛行している状態は、地面を対称線とした翼の胸像が存在している状態と等で、地面との干渉は、逆向きの二つの翼の相互作用として、解釈することができる。身近な例では、両の手を合わせ力を入れることで、感覚的に認識することができる。左右の手は互いに対称であるため、片手で平らな壁を押した時と同様の感覚を得る。その他の現象としては、 ピッチダウン、機種下げ傾向の増加が挙げられる。これは、地面との干渉によって、翼交流に現れる吹き下ろし量が小さくなり、水平尾翼の相対向かい角が小さくなって、ピッチアップモーメントが不足するためである。通常は、主翼の翼腹の半分よりも高度が低くなると、地面効果が現れ、翼腹の1、4の高度で、 誘導効力が二0から三十パーセント減少し、一1 10の高度で約五十パーセント減少する。陽光費が増加するため、離陸時には水力の不足を補うことができ、地面近くを水平飛行し続ければ燃料消費を節約して航続距離を伸ばすことができる。人力飛行機は誘導効力の少ないアスペクト比の大きい翼を持つが高度を低く保って飛行すれば、 さらに効力を減らして、体力を有効利用することができる。一方、着陸する際には、空気のクッションに乗って滑っていくような感覚となり、着陸しにくくなるという現象も起きる。艦載機が航空母艦に着艦する際には、飛行甲板の地面効果を受けないよう叩きつけるように降りる。翼が地面に近い低翼機や、ファウラーフラップ付きの翼は、 地面効果の影響が著しく、着陸姿勢、フレアの上げかじに要する、操縦力が大きくなり、昇降打の面積を増さなければならないこともある。また、全翼機、無備翼機においては、地面効果が特に大きく着陸時に長い滑走路が必要になる場合がある。回転翼機のローターの揚力発生にも、地面効果が影響する。ヘリコプターの場合、メインローター直径の 約半分以下の高度を地面降下内それ以上を地面降下外と呼ぶ。回転翼機や垂直、短距離離着陸機、V、エストール機がホバリングするとき、ダウンウォッシュが地面とローターの間で圧縮され、より少ない水力で浮上できる。しかし、地面と胴体仮面の間で二次的な渦が発生し、一点上空でのホバリングを不安定にすることがある。自然界の生き物は、 生来的に地面効果を得得している。海鳥や飛び魚は地面効果を利用して海面上を滑空する。水なぎ鳥や鳳鳥は水面効果を利用したダイナミックスアリングとこれる飛行方法を使い、一度も羽ばたくことなく長大な距離を滑空可能である。航空機に似た翼を持ち、水面上の抵抗度飛行によって、 陽光費を改善する地面降下抑機が研究されている。これらは地面降下抑線や水面降下抑線、表面降下抑線ジェムがある。カスピカイ等の使用工用で機体は離着水時に高速気流をよく下に吹き込んで、高揚力を得るために、ジェットエンジン、またはプロペーラを機種に持ち、地面降下内におけるピッチングモーメントの急激な化を抑えるために、 非常に大きな水平尾翼を備えている。地面と壁との間で発生する地面効果を利用し走行、飛行するエアロトレインという構想がある。いくつかあるアイデアのいずれもが研究の意気を出ないが、中には2020年頃に時速 500km350 人乗りの有人機体開発が目標となっている次世代の乗り物とするものまである。身近な例では、 パーソナルコンピュータなどに搭載されている、ハードディスクドライブに利用されている。起動すると高速回転するディスク、プラッタの表面に、境界層が生じ、これが、磁気ヘッドに対し強い気流となり磁気ヘッドを浮上させる、浮上の開始には、地面効果はほとんど寄与しない。ヘッドを境界層の中に維持する必要から、プラッタとヘッドの間隔は1ナノメートル、1ミリメートルの10万分の、 1位置というわずかな高さで地面効果は磁気ヘッドがディスク表面へ接触することの抑制、すなわち浮上の維持に寄与している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。